クラーク。俺の名前はクラーク。ラインタウンに住む私立探偵だ。こいつは助手のメリー。足を怪我してよちよち歩きだが、とても頭が切れる。これまで俺たちは数々の事件を解決してきた。ちびっこリスのロンがどんぐりを盗まれたと泣いていた時、すぐにどんぐりを発見。あいつものすごく感謝してたっけ。風船にぶら下がるこいつの名前はクック。こいつが誰かに足を食べられた時も、見事解決した。サイモンから恋人のベッキーに言い寄るやつを捕まえてほしいと頼まれた時も、すぐに解決。しかし今回の事件ほど興味深いものはないだろう。レンジャーの内部にメフィストのスパイがいるという情報が入ったのだ。ラインタウンで一番怪しいやつから調査するつもりだ。